皆さんこんにちは。今回は静寂の海に身を委ねる伊豆の貸別荘バケーションヴィラブルーアークをご紹介します。場所は静岡県伊豆市。伊豆半島の左部分、西伊豆エリアの海沿いにバケーションヴィラブルーアークがあります。目の前に広がる美しい海、静寂の中で優しく聞こえる波音、力強い太陽の光によって照らされる白い砂浜。バケーションヴィラブルーアークは海の魅力を五感すべてで体感することのできる貸別荘です。定員は最大6名、完全一棟貸し切り型の貸別荘ですので、1日1組のみが宿泊可能です。料金は4万円からとなっています。今回は東京から首都高と東名高速道路を通って約3時間、富士山を背にしながら伊豆半島を南下していき、山々の緑を感じながら車を走らせていくとバケーションヴィラブルーアークに着きます。道中には海老名サービスエリアや海鮮丼、かき小屋、干物などが売られている沼津魚市場など数々の名所がありますので、早めに出発をすると余裕を持って観光を楽しむことができます。チェックインはバケーションヴィラブルーアークから徒歩5分程度の距離にある系列店の旅館宝泉の時で行われます。どうして別の施設に立ち寄るんだろうと不思議に感じられる方も多いと思いますが、バケーションヴィラブルーアークには駐車場がなく、駐在する管理人さんもいないためこのような形となっているようです。チェックインを終えるといよいよ施設へ向かいます。期待を膨らませながら海沿いの道を歩いていくと、海に面した位置に白い壁とオレンジの屋根が特徴の南欧風の貸別荘が目に入ります。こちらが今回ご紹介する貸別荘バケーションヴィラブルーアークです。玄関を開けると高級感のあるリビングルーム、その先にある大きな窓から見える青々とした海景色が迎え入れてくれます。施設は西側を向いているため、晴れの日の夕暮れ時にはオレンジに染まった圧巻の夕焼けビューを望むことができます。目の前にはプライベートビーチかのような遠浅のビーチ、海の家などはなくバーベキューも禁止の海水浴場ですので、落ち着いた雰囲気があり人で混雑することもあまりない穴場スポットとなっています。当日は風も弱く、海とは思えないほど穏やかで優しい波音が辺りに響いていました。リビングの隣は2台のセミダブルベッドが並ぶ寝室となっています。もちろんこちらの部屋もオーシャンビューとなっていて、朝昼夜と常に移りゆく海の姿を横になりながら楽しむことができます。リビングには無料で利用できる自転車も用意されています。おしゃれなアンティークかと勘違いしてしまうような赤と黒の2台の自転車、海岸線に沿ってサイクリングをしてみると都会では味わえない爽快感の中で心身ともにリフレッシュとなること間違いなしです。寝室の反対方向には洗面所とトイレ、その先にはモダンな和室があります。一般的な畳の和室とは異なり、グレーで落ち着いた大人な雰囲気を感じられます。この和室から見る海景色はまた違った印象があり、一つの施設の中でも様々な景観を堪能できます。メインフロアは1階となっているため、階段を降りると広々としたリビングとキッチン、
寝室が広がります。リビングには2階よりも大きな窓が設置されていて、より一層開放感を感じられる作りとなっています。窓の外にはデッキテラスがあり、ソファーとテーブル、バーベキューセットが用意されています。一息つくために座ってみると、落ち着いた波の音と柔らかい日差しも相まって抜群の居心地を感じられます。1階の寝室には一人で寝るにはもったいないほど大きなシモンズのキングベッドが置かれています。リビングとの間には隔たりもなく、いつでもダイブしてそのまま深い眠りにつけそうな空間となっています。そしてこちらがキッチン。基本的な調理器具の用意がありますし、複数人で一緒に作業をしてもストレスにならないほど悠々としたスペースも確保されています。調味料は醤油、塩コショウ、焼肉のタレ、油が用意されていますが、その他食材に合わせた調味料が必要な場合は別途調達をしておいた方が良さそうです。大人数で宿泊をしても有り余るほどの食器が用意されているため、さまざまな用途で楽しみながら食器を選ぶことができます。夕食は食材を持ち込んで、デッキテラスにあるバーベキューグリルを使ってバーベキューをしました。今回はチェックイン前に沼津魚市場でバーベキュー用の海鮮類を購入し、その他の食材は宿から近いマックスバリューで調達をしました。バーベキューグリルはガス管を取り付けたガス火タイプのもので、火の調節が簡単にできます。火を起こす手間もなく、後片付けも楽にできますので、利用者の負担も減らしてくれます。厚めのステーキもすぐに焼けますし、蓋があり蒸し焼きも可能ですので料理の幅が広がります。海を目の前にしたバーベキューは最高の一言。周りに家も少なく海に近いため、夜は波の音もよく聞こえます。沼津漁港で手に入れた地元のクラフトビールも一緒にいただきました。静岡の美味しい食事を満喫することができました。食事を終えた後はジャグジーでリラックスタイム。半露天風呂となっていて、窓を開ければここからも絶景のオーシャンビューが楽しめます。十分な広さのバスタブにゆったりと浸かって、身も心も癒されました。アメニティはシャンプー、リンス、ボディーソープ、洗顔と化粧水、乳液まで揃っています。これらはすべてみすずシリーズのものが用意されています。みすずシリーズは一骨髄幹細胞培養液を使った本物、革新を提供するブランドで、細胞レベルからお肌を根本的に美しくさせる新しいスキンケアコスメです。普段使っていないブランドの商品をお試しで使うことができるのも楽しみの一つですね。お風呂の後は室内のテレビで YouTube、Amazon プライムや Netflix を見るのもいいでしょう。65インチの 4K 画面でお酒を飲みながらゆったりと映画鑑賞ができます。翌朝目を覚ました後は美しい海を眺めながら眠気覚ましのコーヒーを一杯。コーヒーメーカーもありますので、滞在中はコーヒーで一息つくことができます。チェックアウトは11時。チェックイン時と同じく施設から徒歩5分ほどの大勢の時で行います。帰りに施設周辺を少し観光して帰りました。車で20分ほどにある神秘的な鳥居と富士山が見れるロケーションが魅力の美浜岬や、リングのモニュメントが特徴的で圧巻の駿河湾、富士山を一望できる出会い岬など、人気の富士山ビュースポットもありますので、施設に宿泊した際にはぜひ立ち寄ってみてください。いかがでしたでしょうか。
今回は西伊豆の海辺に佇むリゾート感満載の貸別荘バケーションヴィラブルーアークをご紹介しました。海の目の前という最高の立地で、その波の音、沈む夕日、白い砂浜といった海の良さを十分に満喫できる貸別荘です。誰にも邪魔されないプライベートな空間で贅沢な貸別荘ステイを楽しんでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も全国のおすすめ貸別荘をご紹介していきますので、チャンネル登録・高評価をお願いします。今回の動画詳細は宿泊ブログとしてイナサイトにも掲載していますので、気になる方やご予約をしたい方は概要欄からチェックしてみてください。それでは次回のおすすめ貸別荘紹介動画でまたお会いしましょう。